うもこんにちは、マイクラやってるかい？今回は、私のワールドで起きたとある事件を紹介する。なんと、あの有名な人に助けてもらったんだ。今はまだ紹介しないでおく。ではでは、本編が始まる前にチャンネル登録をしよう。しなかったら、エンティティ303にハッキングされるぞ。っていうのは冗談。500人くらい増えてくれると嬉しいぜ。すでにチャンネル登録している人は高評価を。ある日、私はサバイバルをしていた。動画編集が終わったから、つかの間の休息だったぜ。その日のサバイバルに特に目的はなく、とりあえずのんびりとしていたぜ。拠点も作って、次は何をしようかなぁ、なんて思っていたら、なんか知らない人物が立っていたんだよ。思わずびっくりしちまったんですわ。攻撃することは考えてなくて、話しかけてみようとした。すると、突然燃えている TNT のようなものを飛ばして、拠点を破壊しちまった。うわぁ、って思っていたら、そいつはワールドを破壊し始めたんだよ。私はのんびりしていたのもあって、何もできなかったぜ。とりあえず拠点から作り直そうとしたんだが、おいそこのお前、って声が聞こえてきた。空を見上げたら、不思議な人がゆっくり降りてきたんだよ。ここまで知らない人が立て続けに出てきたことはない。だからまあ戸惑ったよ。でもその人、大丈夫か？派手に破壊されたなぁ。こうなったのは私の責任でもあるから。私が拠点を直す、敵じゃなかった。普通に会話もできたぜ。拠点を直してくれるって言うんで、一緒に直した。そしたら、私はマリサ。よろしく。さっきここを破壊したのは黒い人じゃなかったか？あれは私が追いかけているやつなんだよ。迷惑をかけてしまって申し訳ない。とのこと、もっと詳しい話を聞いてみると、黒い人物が悪さをしているため、そいつを止めようとしたらしい。だがまあ暴れん坊のようで、あっちこっちいろいろな世界を渡り歩いたそうだ。そして、私の世界に来たらしい。どうやら私は、こういう事件に巻き込まれやすい体質らしい。なら、私も手伝おうじゃないか。このままやられてだんまりなわけにもいかない。自ら提案したぜ。こういうのは慣れているしな。マリサ君も最初は止めたが、私も手伝うことに了承してくれた。こうして、マイクラまとめ局局長である私は、マリサ君と一緒に、あの黒い人物を倒す計画が始まったぜ。まずはマリサ君に相談したぜ。あいつは暗闇から出てくるんだよ。暗闇があればどこからでも出てくる。今は大丈夫だが、夜になったら大変だぞ。なるほど。ってことは、湧き潰しをすればいいのか？その通りだぜ局長さん。さすが察しがいいな。だけど、ワールド全部はできないぞ。もちろんそれは無理だぜ。だけど、一定範囲の湧き潰しはできるはず。そうだな。じゃあやろうか。そこでだ、オフハンドアドオンを使ってみよう。マリサ君が提案したのは、オフハンドに松明が持てるようになるアドオンだ。これがまあ便利でな。オフハンドで松明を持って、それを置きながら、もう片方の手で他のアイテムが持てる。だから洞窟内で松明を置きながら、剣を持って敵モブと戦うことができる。マリサ君いいものを紹介してくれたな。だが、その間も油断できなかった。黒い人物は暗闇から襲いかかってくるんだよ。地上は大丈夫だったが、洞窟に入ったら大変だったな。どこからともなくそいつが出てきて、猛攻撃を受けたぜ。でもありがたいことに、マリサ君がダイヤモンドの防具を用意してくれたから、ある程度攻撃は抑えられたぜ。でも幸いなことに、オフハンドアドオンのおかげで、松明はスムーズに置けたぜ。置き終わる頃には、黒い人物からの襲撃はなくなった。よし、こんなものだろう。局長さん、大丈夫か？あ、大丈夫だ。ありがとう。だが、これで完全に脅威が去ったわけじゃない。あいつもバカじゃないから、あれこれ対策をして襲ってくるかもしれない。だからもっと私たちで対処していこう。あ、わかった。やっぱりアドオンを使って戦っていくのか？まあそれもそうだが、もっといいものがあるから局長さんに紹介するぜ。まず普通に戦うだけじゃ倒せないから、奴を探知できるようなアドオンを取り入れて、必ず不意をつかれないようにするぜ。そして私たちで倒すだけじゃなくて、アドオンで追加するモブたちをぶつけるぜ。奴はバニラのマインクラフトしか、知らないぜ。知らないモブで混乱しているうちに、私たちがアドオンの強力な武器で、コテンパンにしてやろうぜ。わかったぜ。確かに松明を置いたのは対症療法であって、完全な解決には至っていなかった。そこでマリサ君が提案したのが、監視カメラアドオンだ。まず監視カメラを各所に設置しよう。名前の通り各場所を撮影して、それがリアルタイムで見られるぞ。私が設置してくるから、それがちゃんと動作するか確認しておいてくれ。わかったぜ。そのアドオンでは、モニターやら色々置けるからな。すごい便利だったぜ。マリサ君がカメラを設置すると、モニターで映像が見れたぜ。大したものだぜ。カメラの首はゆっくりと動いていて、一定周囲を見渡すことができるぜ。マインクラフトの世界に監視カメラっていうのも、ちょっと変な気がするけどな。私の拠点の外や洞窟、とにかく色々な場所にカメラを設置したぜ。監視カメラを置き終わると、マリサ君が戻ってきたぜ。カメラはちゃんと機能しているか？あ、問題ないよ。このアドオンすごいな。そうだろうそうだろう。そんでこの監視カメラにはとある機能があるんだ。ほうほう、それは何だい？警報を鳴らすことができるんだぜ。すげえな。まるであるフックだ。
とりあえず不審なものが映ったら、警報が鳴るようにしよう。私と局長さんが聞こえるようになるはずだ。了解だ、これで警戒体制ができた。だが、警戒体制なだけで、迎え撃つ準備は何もできていない。監視カメラで奴が来ないか見つつ、私たちは奴を倒すための作戦準備を進めるぜ。さて、ここからが本番だ。そうだな。奴をどう倒そうか。と言ってもさっきマリサ君が言った作戦が、一番いいと思うんだよな。お、そう言ってくれて嬉しいぜ。じゃあ私が考えた作戦でやっていきたいと思う。お、わかったぜ。まず、アドオンのモブをぶつけたいところだが、開けた場所でやるのはちょっと心もとない。だから、大きな建物を用意したいと思う。どれくらいの大きさだい？そうだな。20×20 くらいの広さは欲しいかな。うん、結構広いな。そんなものすぐに建てられるか。そこは私に任せてくれ。いいアドオンがあるんだ。おー、それは嬉しい。でも素材は？建築素材はどうやって集める？そこも気にしないでくれ。アドオンがある。アドオンってこんなに万能だったっけ？今回使うアドオンはすごいんだぜ。建築アドオンって言ってな、柱とか壁とかを瞬時に建てられるものなんだ。簡単に言えば進化したストラクチャーブロックだな。あー、すごい、しっくりくる。操作方法は私が教えるぜ。ありがとう。なんかゆっくり解説みたい。このイージークリエイターってものがあれば、このようにコンッと、おー、すげー、柱が一瞬で出てきた。こんな風にできるんだぜ。それじゃあ、私はこっちをやるから、局長さんは向こうをやってくれ。わかったぜ。そこからはもう、あれよあれよという間に、建築が進んでいったな。建築アドオンはとんでもないものだったぜ。しかし、突如警報が鳴ったぜ。まだ建てている最中なのに。どうするマリサ君？迎撃準備が全くできていない。こうなったら、隠れるぞー。隠れる？とんでもないことを言い出したと思ったんだが、ちゃんと考えはあるようだった。それは、村人になりきることだった。何を言っているかわからないと思うが、私も当初は何を言っているかわからなかった。村人になりきれるアドオンがあるから、それになりきるんだぜ。なんだそりゃあ。いいから早く。そう言われるがまま装備を着てみるのだが、これ、中身が丸見えじゃーん。装備が体と合ってないじゃん。これじゃあバレちまうよ。大丈夫大丈夫。透明化のポーションを浴びれば問題ない。あ、確かに村人っぽくなった。でも大丈夫か？村に入って、村人っぽい動きをすれば大丈夫だろう。やばい奴が来る？やるっけない。私たちは近くにあった村には行って、村人になりすましたぜ。バレないでくれよ。バレないでくれよ。言い出しっぺが不安にならないでくれ。私まで不安になる。私たちは見よう見真似で村人っぽい動きをした。我ながら滑稽な光景だぜ。そしてすぐに奴が来た。バレないかめっちゃ不安だったが、素通りしちゃった。どうやら村人には興味がなかったようだ。あまりにもあっけないため逆に不安になったわ。よし、作業を進めよう。幸いにもバレていない。よく観察されたらバレるだろうが、一瞬見ただけではバレないんだな。とまあそんなこんなで建造物というか、ステージというか、そんなものが完成したぜ。よし、ではこの中にヤバいモブたちをばらまくぜ。それはどんなモブなんだ？まあ見てなって。そう言うと、シュルカーのような、鉱石のような不思議なモブが出てきた。何これ？これはダイヤモンドボスアドオンだぜ。ダイヤ鉱石とか鉄鉱石っぽいシュルカーが、出てくるアドオンだぜ。これすごい便利なやつだぞ。ちょっと倒してみてくれ。ちょっとダイヤモンドのやつと戦ってみることに。すると、それはもうタコ殴りにされたぜ。攻撃力強すぎだろ。でもこいつ、倒したら鉱石が手に入るんだよ。ほげーマジか。そりゃあかなり便利だな。そんなもの敵に与えて大丈夫か？鉱石なんてすぐに使えないぜ。あ、そっか。これを大量に連れてきて、奴に大量にぶつける。攻撃力が高いから逆に倒せちまうかも。なんて思ったから余裕すら出てきたぜ。しかしそこで、警報が鳴り響いたぜ。今度こそこっちに向かってくるぜ。む、このタイミングで来たか。しょうがない。このまま迎え撃つぜ。無音やってやら？その前に、もう一つ局長さんに渡すものがある。なんだ？このごつい装備は？これは啓蒙の装備だ。これも啓蒙のアドオンってやつだな。簡単に言うと高性能で硬い装備だ。ありがたくいただこう。そして啓蒙の剣だ。これは9回攻撃を受けるとオーバーチャージし、その後その武器を操作するとスピードが上がるんだ。おまけに回復もするしモブを吹っ飛ばすぞ。なんだそりゃ、チートじゃねえか。基本やつに近づくのは危ないから、飛び道具で倒さなきゃいけない。でもいざという時のために取っておいてくれ。了解だぜ。じゃあそのアドオンの飛び道具もあるのか？いや、ないぜ。ないんかい。その代わり、忍者アドオンを使うぜ。忍者アドオン？いろいろ出すぎてこれもうわかんねえな。このアドオンは忍者になりきる、ものなんだが、最近のアップデートで一部機能が使えない。じゃあダメじゃねえか。待ってくれ、これで追加される飛び道具が、結構強い上にまだ使えるから、それで戦うぜ。そういうことか。了解したぜ。
さあ奴が来るぜ。よし、戦ってやる。こうして最終決戦が始まった。私たちは建物内に作った高台で待ち構えていたぜ。少しもしないうちに奴が入ってきた。入ってきた途端モブが襲いかかる。もはや乱戦だぜ。マリサ君の言った通り、見たことのないモブに翻弄されているようだった。よし攻撃するんだぜ。とやあ、私は竹の矢で攻撃、マリサ君は小銃だ。しかしまあ乱戦なもんだからあんまり当たっていなかったように思う。奴もモブに慣れてきてどんどん倒していく。このままじゃこっちがやられるのも時間の問題だ。やばいぞ。どうするマリサ君？くそー、こうなったら TNT で吹き飛ばすか。それはなんかアサギっぽくて嫌だな。こうなったらやることはただ一つ、直接攻撃してやる。え、ちょっと啓蒙の剣があるんだ。ゴリ押しで攻撃すればなんとかなる。温度やー、近づいちゃダメなのに。こうするしかないんじゃ。とにかく私は攻撃しまくった。奴も捨て頃で攻撃してくるのは想定しなかったようだった。おろおろしていたな。不意をついて突撃したこともあってとうとう奴を倒したぜ。やったー。だ、倒しちゃったぜ。まさかこんなゴリ押しでいけるとは。あ、ちょっと待ってくれ。なんだあいつは。黒い人物が倒れた直後、今度は知らない人が現れた。ルーミアじゃないか。知り合いか。まあそんなところだぜ。あいつは暗闇を操る能力を持っている。それを利用していたのか。ルーミアとかいう人物はすぐに消えていったぜ。暗闇を操る能力と暗闇から出てきて、なおかつ黒い人物って確かにいろいろ当てはまるな。これで一件落着と思っていたら、うん、なんだこれ。なんか変なブロックが置いてあった。なんかマッドに出てくるあのブロックみたいな。これはラッキーブロックだな。このアドオンは入れた覚えはないが、モッドではそういうのがあるのは知っているが、アドオンにもあるんだな。で、どうする。うん、ここは局長さんのワールドだから局長さんが好きにしてくれていいぜ。まあ壊さない方がいい気がするけど、ラッキーブロックって何が出るかわからないぜ。いいものが出てくるかもしれないが、めっちゃ危ないもんが出てくるかもしれないぜ。そう言われると壊したくなるけどな。私はノリノリでぶっ壊したぜ。そしたらあれ、何も起こらな。上から TNT が、じゃあ派手に爆発して私とマリサ君は吹き飛ばされちまったぜ。平和が訪れたと思っていたらこれだよ。